藤さん、今日はありがとうございます。あこんばんは、よろしくお願いします。お願いします。今年でですね、あの事務所を始めて50年になるんですよ。そんなわけで、そうですか、50年も経つと今何を作ってるかってことより、自分の建築作ってきた建築原理っていうものが、どういうところにあったんだろうっていうか、あるんだろうというようなことを今日はお話しさせていただこうと思ってまして、はい、若い頃そんなこと考えなかったんですけれども、自分の育った原風景っていうのが結構自分の建築に関係してるんじゃないかということで、そのことからお話をさせていただきたいと思います。はい、中学3年の時に東京に出てくるまで住んでた家は、家の庭がもう諏訪湖に出られたんですね。庭が諏訪湖に続いていたので、冬になると、結氷した諏訪湖を下駄のスケート履いて、今 の博物館の前を通って学校に通ってたというようなこともありました。はい、それともう一つ、その諏訪湖の湖のほとりに4つ の諏訪大社という神社がありまして、こういうようにですね、ここでもこう4本柱があって、その柱が神域を表すと。だから真ん中には何もない、ただ木が生えてるだけなんですね。でつまり中心にボイドがある。僕の建築にも全てじゃないですけども、いくつかそういう例があるので、ちょっとそれを簡単にご紹介します。はい、でまず最も若い時期に30代の半ばぐらいに作ったホワイトユー中野本町の家という住宅ですけれども、真ん中に中庭があって、こういうぐるぐるいつも中庭の周りを回りながら住んでいるという家ですね。自然の中にいるということ、はい、そういう建築を作りたいとずっと考えてきました。はい、抽象化された自然ということが自分にとってはすごく大事なような気がしてるんです。そのなぜ抽象化するかっていう問題なんですけれども、例えば具体的な林をそのまんま木を出してしまったら、俺の持ってる木と違う、というようにそれぞれが違ったイメージを描くかもしれないけれども、それをある程度抽象化して建築的な要素に置き換えていくことによって、ああ何かこれは木が連なってるんだなっていうような、ちょっとそういうイメージでみんなが共有できるんじゃないか、そんなことを考えながら、まあ建築の外と中は違うんだけれども、その中に行っても何か自然のイメージが連続しているような、まあそういうことを抽象化して表現したいというふうに思ってます。みんなの森岐阜メディアコスモスという建物が、あるお父さんがインタビューに答えてですね、毎日ここへ散歩に行くと、で小さい子供を連れて行くと、で子供はメディアコスモスって言えなくてメディアモスモスって言ってるらしいんですけども、おいメディアモスモス行くぞって言うと喜んで子供がついてきて、つまり僕なんか小さい頃は父親に連れて銭湯に行った、そういう感覚なんですよ。で夕方ここに行って別に本読みに行くわけじゃなくて誰か知ってる人に会うと、で帰ってくるとお母さんがご飯作って待っててくれるみたいな、まあ、そういう場所になってる。大きな祭事場、2000席の祭事場というのをやらせていただくことに最近決まったんですね。それで、まだ内容は発表できないんですけれども、なんかスケッチならいいという、たまたま今日お墨付きをいただいたので、まあちらっとご紹介したいんですけれども、仮設で6ヶ月しかないですから、6ヶ月経ったら壊されちゃうんで、布で覆ったような劇場が作れないかと考えて、その中がもう真空、赤一色、その2000席の劇場ってどんなだったっていうふうに聞かれた時に、赤い劇場だったっていう記憶しかないんじゃないかと思うんですね。なるほど。それで真っ赤っかになんか布でこう
すごい官能的な劇場を作りたいと思ってまして、はいはい、まあそれぐらいしか今言えないんですけども、はいはいはい、ありがとうございます、はい、それを最後で、はい、せっかくなので藤本壮介さん一言お願いしてもいいですか。はい、ありがとうございます。伊藤さんありがとうございます。常々今日も改めて思ったんです、常々、ね、不思議でだしすごいなと思うのは、一方で圧倒的に美しい美学が、伊藤豊美学がわーっとそこにあるんですね、うん、同時にもう一方でそれぞれのスタッフもやっぱりこう生き生きとそこで活躍されて、でも最後はなぜか伊藤さんの建築に全部なっていくっていう、このインクルーシブな感じ、その許容力みたいなところっていうのがどう意識されてるのか、意識されてなくって、天性の何かでそれが実現しているのか、その謎を知りたいんですけれども、知りたい、知りたい、いや謎なんてないですよ。まあ一緒に作業してくれる人が職人も含めて、うん、まあこれは俺がやってんだって、俺が作ったんだっていう人が多いほどいい建築になるというふうに僕は勝手に思ってるんですね。なるほど、ですから、まあ仙台の時に鉄骨のチューブというか柱を作ってくれた職人たちが、最初はチューブの周りを半透明のフィルムを貼ってかすかに見えるぐらいにしてしまおうと思ったら、うん、彼らがすごい怒って、うん、なんで俺たちがこんな頑張って作ってるもう隠しちゃうんだって手がれてあじゃあそうか悪かったっていうんで透明にしましょうっていうように、なんか日本ってすごいなと思うのは、そういうものを作る人たちが自分たちの志っていうか、はい、そんな金かけな高価なお金をもらわなくても俺が作ってやるよっていう、そういう人たちがまだ結構いるということをすごく感じていて、うんうん、日本っていうのは素晴らしい国だなと思いますね。うん、地元の人たちのも宝物になっている、そんな建築をまあ作れる人そうはいないので、藤本さんの言われるようにもうすごい建築を残されてきたんだなっていうのを実感させられていました。まあ、これから、まあ、建築家を目指す人たちに、まあ、どんな職業だっていうのを伝えてあげるべきでしょうか。それも分からないですよね。ただなんかただ自分はやっぱり建築を作ることを通じて社会を見てるんだなっていうことは最近すごく思いますから、まあどんな職業でも同じだと思うんですが、まあその自分でプロフェッショナルになりたいとは思わないですよね。アマチュアでいつまでもいたいという、そのことによって、まあ、自由でありたいっていう、まあ結局そのいろんなことをしがらみにとらわれたくないっていうのは、うん、それだけは一貫してありますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。